本日はどうもありがとうございます。朝倉先輩、ようこそお越しいらっしゃってくださいました。あの石山さんとお会いしたのは確か1995年。もうですね、やっぱ年はさすがに忘れてますけど、まだ学生でした。そうですね、OB 訪問で、はい、東大運命の OB 訪問で来ていただいて、はい、本当に可愛らしいっていう、あの恥ずかしい印象で、まあ、その後まさか政治家になれるとは思ってなかったし、はい、私もその時予備校講師でしたので、はいはい、私自身も政治家になると思ってなかったんで、はい、まあ、こうしてあの表敬訪問で伺わせていただくのは本当に不思議な気がします。いや本当に不思議なご縁でございます。でこれは船橋の資料ですので、はい、ぜひ後でいろいろありがとうございます。あのとってもあのお聞きすると船橋市人口が大きいので、はい、あの大変恐縮ですけども、あのいろいろ参考にできると思うので、はい、ありがとうございます。であの今日お話にさせていただいて、まあ、いろいろ資料にいただいたんですが、あ、はい、あの石山さんあの大学卒業された後に環境省に入られて、はい、環境省に入った後、まあ、ご主人 あの結婚を機に大野市に、はい、大野市出身のご主人とここに来られて、それからあの大野市役所に勤められたという、その後あの市長さんになられたということですが、あの環境省の仕事と今のそのこの大野市での市長としての仕事というのはどんな連関があるんでしょうか。うん、とですね、直接的にっていうことではないですね。うんうん、やっぱりあの環境省もあの退職してから、でそれからあの自治体の職員、大野市の職員としてあの受けて、来てますし、で大野市職員というのも当然あの退職をしないと政治の道っていうのはできないので、そこから来ているの でそれぞれにこう関連がしているかっていうと、ある意味そこは切れ、それぞれ切れてはいます。でただやっぱり行政という関わり方で言いますと、あの国のレベルの行政に関わっていて仕組みをやっぱり知っているということと、それからあの、いわゆる市町村でいうところのレベルでの行政のところに実際に自分が関わっていたことがあるので、その知識というか経験というのは今 あの立場になっても大変生きてきているなというふうに思っています。であの予備校講師としては、うん、生物の講師としてはあの糸魚というのを、はい、ジグザグダンスでの、まあ、あの生徒たちの生物で、そうですね、朝倉さんすごくお詳しいので逆に糸魚の糸魚がね、はい、お話にいらし、はい、あのいるということで、はい、後でこう見学させていただくんですが、はい、ぜひぜひ、やはりこの大野市の魅力の一つとして、はい、まあ、森林が多いとか、まあ、環境が非常に保全されているとか、はい、やっぱり生き物が素敵だってこともありますよね。はい、ありますね、そこら辺どうやって PR をこれからされているか。あ、そうですね、まあ、糸魚が住める、で糸魚が住める場所っていうのはその清らかな水で、なおかつその年中一定程度の水温が保たれている場所でしか生きれない、でそういう実はあの大変弱々しい生き物であります。でその水というのが大野市民の誇りでして、おいしい水、きれいで、まあ、地下水ということをずっと市民生活用水としても使っているし大事に守ってきました。でそのバロメーター、環境のバロメーターとしてかわいい糸魚がいる、糸魚も住んでるから大野市民に大切な水も守られているということで、大変大事にしてきた歴史があって、で今先輩おっしゃってくださいました本願生水糸魚の里っていう、そういうあの社会教育っていうんですかね、環境教育ができる場所っていうのを平成13年7月に開館しています。で今20年経過してきまして、そこの部分もやっぱり 今の時期に合わせたものにしたいっていうことと、あの引き続き水のありがたさっていうんですかね、でみんなでやっぱり努力をしたり、あの大切さをあの引き継いで、子どもたちに引き継いでいかなくちゃいけないということで、もう一回その施設を大事にして今リニューアルオープンしたところでございますので、あのむしろしっかり楽しんでいただけるのかなと、そんなも思っております。福井県大野市の本願生水に来ております。でここの糸魚の里という観察ができる施設がありまして、ここの湧き水遊水池の生水をうまくガラス張りにして、糸魚が見られるようにしております。で本日は、大野市長の大学の、応援部の同窓である石山、市長の、ご案内で伺わせていただきました。
で、ここに糸魚がいます。で、糸魚のオスはここにあの腹が赤くなってると思うんですね。で、これがオスで、こちらにもいますね。で、糸魚は、ティンバーゲンという人の、本能行動の、研究で有名なんですが、婚姻色があったり、婚姻にあたってジグザグダンス、婚礼ダンスというのを行ったり、あるいは巣作りでオスが息を引っ込むような行為を見せたり、さまざまな興味深い魚です。あとやっぱり東京にいるとやっぱ時々福井 の、はい、あの恐竜 の、 あの、あ、はいはい、模型を見るんですが、やはり一つもう一つ恐竜もありますね。もうここのところはむしろもう全国世界レベルになってしまったその恐竜が発見される場所としては隣の勝山さんが有名で、そこに福井県立恐竜博物館があります。で、そこは7月14日にまたこれもリニューアルしたところなんで、またぜひ行ってほしいと思うんですけども、で、ここもやっぱり地面続きで手取り層群という地層があって、で、そこが実は大野市のエリアにも来ています。で、これあまり知られてないんですけれども、日本で最初にアンモナイトが見つかった、化石が見つかった場所が実は大野市内、明治時代の話になるんですけれども、そういうことがあって、大野の、泉郷土資料館といったものも、その化石に特化した展示にリニューアルをしまして、これも実は4月にオープンしたてなんですけれども、そこのところも魅力発信の場所として、ぜひしていきたいなと思っております。これ共通するのは、やっぱり地域資源を生かして、その地域資源というのを大野市民が大事にする。で、またその大事なものを外から来た方にも伝えていける。で、そんな場所として大事にさせていただいております。まあ、観光としてのその地域資源と、はい、それから実際にこう、はい、人にこう定住して住んでいただくための政策というのは、まあ、連関してるところあると思うんですが、はいはい、どんな感じなんでしょうか。そうですね、大野市でいくと今一生懸命実は観光の方に視点を移ってきてますけれども、従前からその有名な観光地ではなかったんですね。で、そうしたところを、まあ、大体10年スパン20年くらい前の頃にやっぱりこうシティセールスというか観光面でも PR していこうよっていうのが始まってきまして、今に至ってくるんですけれども、でもやっぱりそこにしか行かないと見れないもの、あるいはその大野市民が味わってるんだけども当たり前なんだけれども外の方から魅力的になるものっていうのを伸ばしていくということが観光振興につながってくるのかな。で、それが今やっとですね、福井県の中だと中部縦貫自動車道高速道路がやっとつながってくるとか、あるいは北陸新幹線が来年の3月に敦賀まで、金沢駅から敦賀駅までオープンするとか、そういう高速交通につながれるという好機に接しておりますので、今みたいな魅力っていうのをもっともっとアピールしていけたらいいなと思っています。どうもありがとうございました。こちらこそよろしくお願いいたします。